サークルの新刊でのこと。盛り上がってきた頃、一人の女の子、A さんが遅れて入ってきた。A さんは、息を切らしながら空いてる椅子を探して、ギャルっぽい子たちが座ってるテーブルの方に近づいてった。その付近での空席はそこだけだったらしい。ギャルたちは、うわ、ここに座られるよ、とか、やばいってキモいって、とかひそひそつぶやき合ってた。 A さんはしばらく迷っていたが、結局そこに座った。あからさまに嫌なオーラを出してる女たち。A さんは、話もせずうつむいてたんだけど。数分後、気の強そうな女が、つうかキモいんだけど、話にも入んないなら座んないでよ。とキレクチョウで言った。あたしら出身地同じだからさ、などと、他の女たちも、やんわり A さんを拒否る。すると、 俺と一緒のテーブルにいたいぬ。泥酔してるが、いきなり立ち上がってどなった。うるっせえよブスとも。他人にキモいって言う前にて、命のありえねえつらじっくり鏡で見ろ。大学生にもなってガキみてえなことしてんじゃねえよブス。ブス。あっはっは。みんな酔って騒いでるから目立ちはしなかったんだけど、俺と周り少数はポカーン。 ギャルたちは、母、はあ、ありえないえまじうぜえひとしの言葉を残して移動してしまった。まだ知り合って間もなくて、N ぬ落としなそうなイメージだったので、酔ってるとはいえ、よくあんな怖そうなギャル集団にどなれたなぁと少し尊敬した。でも、一人残された A さんが、ありがとう。N くんだよね。委員会一緒だよね。一緒に飲んでいい あたし女の子苦手なんだよね。男の子と飲んだ方が気楽だし。あの人らありえないよね。私の仲良い子たちは今日来てなくてうんぬんと。慣れ慣れしく、門のすごい勢いで N に話しかけ始めたとき。はあ誰だよお前。うざいからどっか行けと言ったときの方が、俺はすっとした。